新潟県にお住まいのラジオネームミスター24番さんからです。はい、もうこじはるは赤いドレスを着ないんですか？結構着てらっしゃいますね。そうですね。最初の時から何回だろう、3回ぐらい、あの、有吉 AKB っていう番組で赤いドレスを着てたんですけど、そうですね。もうなんか一回着たからいいかなって。もう何回も。はい、確かに。一回着たらね。そう。じゃあ今後はもう、着る予定がない。ないです。新しいものを見たいですね。そう。でも今回もすごい考えました。ね、いつから考えてた？あ、衣装ですか？いつからだろう。でも逆に私、考えすぎて何も浮かばなくて、本当に衣装さんとすごい話し合いして、あれでした。なるほど。あれでしたって言っても結構インパクトなさすぎて、誰も頭に浮かない。何着てたっけ？なんかデニムっぽいやつ？なんかデニム、そうなんですよ。もともとチーム K の衣装で、あのツアーとかで着させてもらってるんですけど、デニムの、なんかこう、なんていうんですか、デニム生地なんですよね。なんかパッチワークみたいな。うん、そうなんです。それの裏に、あの、所詮敗退は勘弁してくださいみたいな文字を入れた感じですね。あ、書いてましたね、背中に。皆さんは結構早かったですか？はい、他にあんまり。私は、でも、1ヶ月ぐらい前かな。からずっと考えてて。そりゃそうですよね。小地坂46って人も集めないといけないし。で、それもし、乃木坂のみんな、今日4人来てくれたけど、その子たちがダメだったら、じゃあもう、小地坂変えずに、なんか、小島っていう名前の方を呼ぼうみたいな。小島よしおさんとか、アンジャッシュ小島さんとか、小島恵子さんとか呼べたらいいですね、みたいな話してたんだけど、すごい考えてた。来てくれたから、すごいな。今回そうなった。それも見たかったね、面白そうね。ミルキーさんはどんな？私はなんかめっちゃ単純に、うるせえやつ、あの、ラムちゃんが好きで、自分の、はい、ワルキーっていう、その衣装の感じとかも、なんか、したかったから、なんか、うるせえやつのラムちゃん風ワルキーみたいな感じで、はい、そうなってただけで。すごいサクシーでした。え、本当ですか？髪の毛までピンクに。そうなんです、ちょっとだけ。そうです。本当は、緑にするつもりだった。なんか、ラムちゃんみたいな。でも、ちょっとそれ、ね、あんまり、もなんか、可愛くなるか不安だったんで。緑ね。だから、はい。いや、ミルキーさんな、何しても可愛くなりますよ。そんな心配しなくても。ありがとうございます。見えるからみんなの笑いが。いやいや、嬉しい。いろいろと皆さん考えてらっしゃるので、はい、結構。いっぱい考えましたね。はい、続きまして、はい、ラジオネーム、ピースメーカーさん。愛知県にお住まいの方ですね。ありがとうございます。結果だけを見ると、八百長と疑われてもしょうがない組み合わせが残りましたが、自分たちでもこれはできすぎだなと思うことはあるんですか？見えない不思議な力を感じたりしますか？あ、確かに。これは思うでしょう。やっぱりなんか、やっぱり、なんだろう、チャンピオンになる人が、やっぱ毎年毎年、すごい人だから、だったりしますもん、ね、私も今日まで、この自分が勝つまで、じゃんけん大会って、まあ、もしかしたら、何かあるのかなぐらい思ってたので、でも自分が勝ってみて、いや、ガチだなって思ったんで。すごいですよ、ね。いや、ガチですよね。ガチで。なんでこんなに綺麗に。いや、本当に多分、ね、人を持ってらっしゃるんでしょうね。でも、本当に。今日は運があったんですよね、本当に。なんかスルスル勝っていけちゃうよね、なんか。はい、なんか。すごい早い。一瞬で、なんかたどり着きました、ね、今日は。ねすごいな。でもやっぱ、あの、ベスト16に残った時は、あれこれ、優勝できんじゃないのみたいな、錯覚に陥りますよ、ね。私は全然でした。本当いやもう、なんか、まあ、サッカーみたいな、勝つわけないし、なんか、気楽に楽しもうみたいな思ってて。うん、はい、そういう気持ちの方がいいんですかね、気楽とか、こう、あんま強く、うーんって思うよりも。絶対勝つぞみたいな。いやでも、ね、桜さんからアドバイスいただいてるじゃないですか。そうです。結構私は拳に力を入れてたので。力入りすぎたんで。そうですね。入らなかったらもっと上まで。どっちの親友の言うことを聞くんですか？え？桜さんか。そうですね。それはまあ、やっぱどっちも親友なので、ちょっと決め方なんですけれども。なんですかね。大丈夫です。桜さんが本当の親友だから。ね、全然。いや、でも今日ではすごくあの親友になったので。え、ほんまに？はい。すごく絆を深められそうです。ちょっと嬉しい。ちょっと。なんか、私もそんな親友とかいないし。
悲しいじゃないか、そんな。じゃあ親友になろう。どういうこと？はい。新潟県にお住まいのラジオネームミスター24番さんからです。はい、もうこじはるは赤いドレスを着ないんですか？ああ、うん、結構着てらっしゃいますね。そうですね。最初の時から何回だろう、うん、3回ぐらい、うん、あの有吉 AKB っていう番組で赤いドレスを着てたんですけど、うん、そうですね、もうなんか一回着たからいいかなって何回も。はい、確かに一回着たらね。そう、じゃあ今後はもう着る予定がない。ないです。新しいものを見たいですね。そう、でも今回もすごい考えました、うんうんうん。ね、いつから考えてた？あ、衣装ですか？うん、いつからだろう。でも逆に私、週間考えすぎて何も浮かばなくて、うん、本当に衣装さんとすごい話し合いして、あれでした。なるほど。あれでしたって言っても結構インパクトなさすぎて、誰も頭に浮かない。何着てたっけ？なんかデニムっぽいやつ？なんかデニム、そうなんですよ。もともとチーム K の衣装で、あのツアーとかで着させてもらってるんですけど、デニムの、なんかこう、なんていうんですか、デニム生地なんですよね。なんかパッチワークみたいな。そうなんです。それの裏に、あの、所詮敗退は、勘弁してくださいみたいな文字を入れた感じですね。あ、書いてましたね、背中に。皆さんは結構早かったですか？他にあんまり。私は、でも、1ヶ月ぐらい前かな。からずっと考えてて。そりゃそうですよね。小地坂46って人も集めないといけないし。で、それもし、乃木坂のみんな、今日4人来てくれたけど、その子たちがダメだったら、うん、じゃあもう、小地坂変えずに、なんか、小島っていう名前の方を呼ぼうみたいな、小島よしおさんとか、アンジャッシュ小島さんとか、小島恵子さんとか呼べたらいいですね、みたいな話してたんだけど、すごい考えてた。来てくれたから、あ、すごいな。今回そうなった。それも見たかったね、面白そうね。ミルキーさんはどんな？私はなんかめっちゃ単純に、うるせえやつ、あの、ラムちゃんが好きで、うん、自分の、はい、ワルキーっていう、うん、その衣装の感じとかも、なんか、したかったから、うん、なんか、うるせえやつのラムちゃん風ワルキーみたいな感じで、うん、はい。